ユーゴコブレぶ九1956ーゴコブレは、スイス中立出身の名自転車競技選手。1946年に、プロ転校。1947年、世界自転車選手権、プロ個人追い抜きで3位に入る。1948年、シカゴ6日間レースで優勝。1949年、ニューヨーク6日間レースを制覇した。さらに、個人追い抜きの国内選手権では、 1947年から1953年まで7連覇を果たすことになる。ここまでの小ぶれはどちらかというとトラックレースでの活躍が目立ち、ロードレースではステージレースにおける区間優勝がある程度の成績に過ぎなかった。ところが1950年以降、ロードレースにおいて名選手の地位を築いていくことになる。1950年のジロでイタリア。 第8ステージでマリア・ローザを掴んだコブレは、その後一度も明け渡すことなく、最終的に G のバルタリに5分12秒の差をつけ、イタリア国籍以外の選手として、初のジロでイタリア総合優勝者となった。また、同年のツールド・スイスでも初の総合優勝を果たした。1951年、ジロ総合6位、ツールド・ロマンディ。 ツールドスイスではいずれも総合2位の成績を経て挑んだツールドフランスにおいて、バルタリ、ファウストコッピ、フィオレンゾ・マーニの3人を中心とし、優勝候補の左右翼と目されたイタリアナショナルチーム勢を圧倒。第14ステージ終了後に、マイオ・ジョーヌをつかむと、最終ステージまで守りきり、この年は、不参加だった前年覇者のフェルディナント・キプラーに続き、 スイス勢のツール総合連覇を成就した。なお、小暮れのこの優勝以降、2007年現在、スイス国籍選手がツールドフランスを制覇したケースは、ない。さらに同年のグランプリでナシオンでは、コッピを破って優勝を果たし、世界選手権の個人追い抜きでは2位に入っている。1952年から1953年に、かけては6日間レースで優勝を量産。 またロードレースの方でも、1952年の中ヒ選手権を制し、1953年のツールドロマンディ、ツールドスイスで総合優勝を果たしたほか、ジロでは総合2位に入った。また1954年は、ジロの総合成績、世界選手権、個人追い抜きでいずれも2位に入っている。1五十五年、三度目のツールド、スイス総合優勝を飾ったほか、 ツールド・ロマンディでも総合2位に入ったが、その後は、1956年のブエルター・エス・パーニャで、区間一勝を上げた程度の成績にとどまり、1958年に引退した。1964年、チューリヒ・エスリンゲン間の高速道路で運転中に事故に、相高いしたが、上下を一するような速度を出していたことが伝えられ、自殺ではないかという見方もされている記事より、 ありがとうございます。